ウィース、どうも、ゲンでーす。本日はね、カスタムマッチ当日ですけども、集合場所のフォールガイズに誰一人来ることはありませんでした。いやー、なんででしょうね。何がいけなかったんでしょうね。いやー、僕にもよくわかりませんね。本当に。なんででしょうかね。じゃあ、ちょっととりあえず、普通のソロショーやりますか。カスタムマッチ諦めて。じゃあ、ソロショー行きましょう。はい、どうもこんにちは。ということで、今日リングの呪いということでね、これ多分ね、これ貞子とコラボしてんの？これリングの貞子。よくわからんけど、リングの呪いって。わからん。普通に。あ、これをリングの呪いっていうのは普通にこのゲームのこと。で、ちょっと今日はこれでね、生き残ってね、ドヤ顔していこうかなって思ってるんですけどもね。最初は4人脱落という。まあ。こんなんね、向こうに走ってればいいんですよ。こんなんね、こうやってこっち方向に走ってればね、勝てますから、余裕で。余裕のよっちゃん。ほら、おいーって、よ、楽勝。超楽勝。はい、というわけででね、はい、ここも3人脱落したら OK。第2ラウンドということで、ちょっと待って。これだから、これ赤いのより下がもうないんでしょ？やばいね。やばいね。みんな穴ぼこ作って、やばい。よかった、危ねえ。というわけで、はい、ファイナルラウンドですね。はい。まあ、余裕でしょう。やばいね、みんな勢いを削ってってるね。まあ、僕はちなみにこのアンチで生きていくわ。じゃあ、ここのアンチで生きていこう。このアンチ、黄色アンチで。やばい、みんな来てる。つらい。やばい。ちょっと待って、一回落ち着こうぜ。やば。あ、来てる。2周目来たけど。いや、2周目が一番辛いって。もうほら、見てみ。一番最初の脱落。はぁ？ちょ、最後まで見届けるか。あー、落ちちゃった。いや、すごい白熱したバトルでしたね。ということで、じゃあ寝ます。おやすみなさい。